皆さんこんにちは、かっちゃんです。モーニングやということで、今日はワーユーワーユーさんトーストのいろんなアレンジレシピを作ってほしいです。朝から幸せになるような簡単で美味しいものをお願いします、というコメントをいただきましたので、東海地方って結構モーニング文化があると思うんですけど、有名なチェーン店だとコメダ珈琲さんがすごく有名だと思うんですけど、コメダの中でも卵がたっぷり入った卵たっぷりピザトーストっていうのがあるんですけど、今日はトーストっていうかちょっとサンドっぽくはなっちゃうんですけど、コメダのピザトーストもすごいボリュームあるんですけど、それをさらにボリューミーに休日に食べたい卵たっぷりピザトーストを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。玉ねぎを薄くスライスし、10分ほど塩水にさらし、ピーマンを輪切りにして、ミニトマトのヘタを取り、4分の1程度の食べやすい大きさに切ります。ベーコンは 5mm ほどの太さに細長く切っておきます。ゆで卵を食感が残る程度にフォークで潰し、マヨネーズ大さじ2、塩コショウを少々、レモン果汁 2,3 滴を加え、混ぜ合わせ卵ペーストを作っておきます。玉ねぎは10分さらしたら水気をしっかりと絞っておきます。では今回は休日の贅沢なピザトーストということで、米田山形使ってるので、山形のちょっといいパンを買ってきました。山食はだいたい5枚切りとか6枚切りしか売られてないので、米田っぽくしたい時はちょっと厚めの5枚切りを使用してください。食パンの中心に斜めに切り込みを入れ、アルミホイルを軽く握り、シワを作って切っておいたベーコンを並べたら、パンを重ね合わせたまま入れて、上の段にはベーコンを入れて、パンとベーコンに焼き色をつけていきます。焼き上がり。ではパンが焼き上がったら、アルミホイルの上にパンを乗せて、上のパンを取り、作っておいた卵ペーストをたっぷりと乗せていきます。卵を乗せたら、卵をサンドしてで、周りをアルミホイルで包んで形が崩れないようにします。アルミホイルで包んだら、表面にピザソースを塗っていきます。ピザソースを塗ったら、ベーコン、玉ねぎ、トマト、ピーマンを順番にトッピングしていきます。具材をのせたら、上からおいチーズ、チーズをたっぷりとのせていきます。チーズをのせたら、じゃあ申し訳ないんですけど、うちのトースター毎度のこと背が低いので、チーズが溶けて焦げ目がつくまでトースターまたはオーブンで焼いていきます。食べるね、あれあれ美味しい。キャベツがうまい。完食だね。チーズー。こんな感じに焼き上がりました。よいしょ。切れてー。はい、ではこんな感じで休日の朝に食べたい米田風卵たっぷりピザトーストの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は休日の朝に食べたいような米田風たっぷり卵のピザトーストを作ってみました。それでは本日はとろりショコラバナナで乾杯。甘い。この商品、ドンキで20円。じゃあ早速いただきましょう。いや、どっちを食べようかな。やっぱね、山形なんで上を食べようか。いただきます。ははははは。うん、結構東海地方はモーニング文化があって、米田珈琲よく行くんですけど、米田さんのはすごいね、パン生地はふわっとしてるんですけど、外は焼いてあるのでカリッとしててすごく美味しいんですけど、今回もああやって重ねて、最初に中は焼かずに上下を焼くことで、中はふわふわなんですけど、外はサクッとした美味しいピザトーストに仕上がってると思います。各食で作るピザトーストもすごく美味しいんですけど、山食で作ると膨らんでる分だけすごいふわっとした食感なので、中の卵と食パンの食感がすごくよく合ってるんじゃないかなと思います。なんかいいですよね。一度で二度楽しめる的な、卵サンドも楽しめるしピザトーストも楽しめるみたいな、結構ねリッチな気分になれるので休日にはもってこいなんじゃないかなと思います。今回かなりボリューミーにしたかったので4枚切りを使ったんですけど、ちょっとね4枚切りだとかなりボリュームがあるので、4枚切りだとこれをね 2,3 人とか家族で分けてもいいと思いますし、1人で食べられる方は6枚切りとか5枚切りで作ってみてください。で、卵を挟んでからちょっとトースターで焼くことで中の卵も一緒に温まってふわっとした食感に仕上がってます。チーズを溶かすと同時にちょっとね卵に火を入れるのもポイントなんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はリクエストいただいたトーストアレンジレシピ、休日に食べたい米田風たっぷり卵のピザトーストを作ってみた動画でした。普通のピザトーストでも十分美味しいんですけど、こうやって中に卵を挟むことで一度で二度楽しめてすごく美味しいピザトーストに仕上がると思います。米田さんに行くと頼んで食べたりするんですけど、お店行くとねこれまた結構値段もしてますし、自宅でも手軽に簡単に作れますので、多分この動画出してるの土曜日かなになると思うんで、気になる方ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイピザトースト、想像をはるかに超える米田以上のボリューム感。